スーパーアグリカ1イイチ,チーム。スーパーアグリカ1イイチ,チームは2006年から2008年シーズン途中までカイ1に参戦していたカイ1コンストラクター。略称は SAF1。2005年に元カイ1ドライバーの鈴木アグリにより発足。ホンダから技術面、資金面のバックアップを受け2006年シーズン開幕戦よりカイ1参戦を開始した。 初年度は準備不足もあり入賞なしに終わったが、2年目の2007年、第4戦スペイン GP で、佐藤拓馬がチーム初ポイント、8位1ポイントを獲得。さらに、第6戦カナダ GP でも佐藤がポイントを獲得し、6位3ポイント、低迷を続けるホンダ海一を、コンストラクターズポイントで一時上回る検討を見せた。しかし、発足当初から資金不足に悩まされ続け、 メインスポンサーとして獲得した SS ユナイティッドグループのスポンサー料金未払い問題、マグマグループとのチーム売却交渉の破断といったトラブルがなり、2008年第5戦トルコ GP を前に、下2008年5月6日に鈴木代表が東京のホテルにて、海一撤退の記者会見を行い、活動を休止した。日本の独立系、海一コンストラクターとしては、 1 9七十年代のマキア小島という先例があるが、レギュラー参戦したのは、スーパーアグリが最初となる。チーム所在地を東京都港区にある株式会社 A カンパニー、鈴木のマネジメント、ブランド展開を行う会社の住所で登録し、主要構成要素である、車体製造者スーパーアグリエンジ製造者ホンダタイヤ供給者ブリジストンレギュラードライバーのすべてが、 日本国籍であるなど、純日本チームであることをアピールした。しかし、実際には、すべてが日本国籍であったわけではなく、実動部隊の拠点であるファクトリーは、イギリスのオックスフォード州、D ーフィールドに置かれ、テストドライバーやエンジニア、メカニックの大半は外国人だった。もっとも、国籍問わずチームスタッフの士気は、非常に高く、多くの逸話が残されている。 参戦当初はマシンの車体にボルン・イン・ジャパンの文字が掲げられていたが、その後そのスペースにはスポンサーのロゴが入れられた。上記2007年スペイン GP での入賞はファーストドライバーである佐藤拓馬によって達成されており、純日本体制による初の快挙となった。2001年までプロストテストチームの英国施設であり、2002年までアローズ、 トム・ウォーキンショーレーシング TWR のヘッドクォーターであったイギリスのリーフィールドテクニカセンターにスーパーアグリ会一株式会社が設立され実動部隊の本拠地とされた。アローズの破産後は米国の富豪ジョン・メナードが施設を管理しており、スーパーアグリの使用はリース契約に基づくもので同施設内には相当数の企業が同居していた。 2006年前半の段階では、将来的にはホンダが所有するブラックレーヌファクトリーの北方向近隣に新ファクトリーを建設する予定とのアナウンスもなされていたが、同年メルコンポジットによる新工場の増設とスーパーアグリカ一株式会社によるコンポジット施設の一部買収による新会社の設立に伴い、2008年末までのリース契約の延長がなされた。 なお、その他の連動する拠点として、基本設計を供給する、コンサルタント企業として、シルバーストーンイノベーションセンター内のポール・ホワイトが、率いる PJ アユリミテッドがあり、ベン・ウッドの率いる、空力部門はサリーに所在するとされていた。スタッフもマネージングディレクターのダニエル・オーデットや、テクニカルディレクターのマーク・プレストンを筆頭に、元アローズの TWR、 トム・ウォーキンショーレーシング系メ面を中心に構成されていた。鈴木はかねてより30歳までに、第1ドライバーになり、35歳で引退し、45歳までに自分の F1 チームを持つという目標を抱いていた。1997年より国内では、アルタプロジェクトを運営し、2003年よりアメリカの R にスーパーアグリ、 フェルナンデスレーシングとして参戦しながら、会一進出の機会を探っていた。2005年2月に、鈴木は、ホンダに、BAR チーム株式の一部の買収によるチームの共同運営の話を持ちかけた。当時の BAR は、チーム株の45%をホンダが、残りの大半を、ブリティッシュアメリカンタバコ、バットが持っていたが、2006年の、 タバコ広告禁止によりバットの撤退が予想されていた。鈴木の提案は技術部門をホンダが受け持ち、鈴木のマネジメント会社である A カンパニー、あとのスーパーアグリュ運営会社が日本におけるプロモーションやスポンサー活動を担当するとの姿であった。当時、国内外でレース活動を急拡大していたディレクシブが、鈴木の F1 参戦を支援したいとの意向を、 示していたため、その資金で BAR の株式買収を行う予定であった。しかしディレクシブのバックグラウンドが明確でないこともあり、7月にホンダはこの提案を受け入れられないとの意向を示す。その後、ホンダレーシングディベロップメントの和田康弘がミナルディの買収を持ちかけるも、それと前後して資金提供を申し出ていたディレクシブが活動を停止するという事態がなしたことや、 すでに、レッドブルとゲルハルトベルガーがミナルギと交渉していたことなどから、この提案を受け入れられなかった。最終的に、鈴木はチームを一から設立するという方法を取る。近いうちにカスタマーシャー氏の使用が解禁される見込みがあり、新規参入競争が始まる前に参戦枠を確保する必要があった。2 0 0 5後には2つの空き枠があったが、 スーパーアフリの参入後に行われた2008年シーズンのエントリー選考では残り1枠を11の新チームが争った。まずは8月にダニエル・オーデットに連絡を入れる。鈴木がラルースで会一に参戦していた時、ランボルギーニエンジンのマネージャーを務めていたオーデットと親しくなっていた。オーデットはメナードエンジニアリング社に所属しており、 同社が所有していたリフィールドの工場はオーデットが仕切っていたことも関係していた。9月16日に都営し、リフィールドのファクトリーでオーデットと話し合いを重ねた後、28日に再び都営し、オーデットが集めたスタッフを含めた話し合いを行った。当初はホンダから2005年の BAR007 か2006年のホンダ RA106 の知的財産権を 譲としてもらうつもりだったが、コンコルド協定により使用できないことが判明。10月25日にシャーシュを提供できないとホンダから伝えられた。そのため、2002年をもって、イ一から撤退したアローズの A23 をベースとしたマシンを使用することになった。2005年10月4日、日本 GP 前の記者会見において、突如ホンダがと発表した。これに対して、 佐藤の放出に対する非難を交わすためのものではないか、と揶揄する向きもあった。この、11番目のチームをめぐって、ドームや中島悟、中島企画、鈴木、アルタなどの憶測が飛び交ったが、日本 GP の時点では、鈴木は噂を否定した。その後、11月1日に、鈴木が、東京のホンダ本社で、記者会見を行い、国際自動車連盟に対して、 スーパーアリフォーミュラ1、スーパーアグリフォーミュラ1の名称で新規エントリー申請を済ませたことを発表し、ホンダの発表がこれを示していたことが明らかとなる。しかし、12月1日に FIA が発表した2006年度のエントリーリストに同チームが掲載されないという事態が発生する。当初、書類申請上の不備と発表されたが、実際にはスポンサーなどが見つからず、 エントリーに必要となる協託金4800万ドル、約55億円を支払い期限までに用意できなかったことが原因であった。ところが FIA 会長のマックス・モズレが協託金を支払えるならば、レートエントリーを認める意向を示した。これを受けてチームは再申請のために他10チームからの合意を年内に取り付けた2月21日にミッドランドが合意して、 全チームの合意を得た。同時進行で協託金の支援を受けるために、いくつかの企業と話し合いをしたが、ソフトバンク、主に、孫正義と交渉をすることにな。何度もの交渉の結果、孫から協託金の支払いを確約されるが、スポンサーシップをめぐる解釈の相違によって、交渉は破綻した。結局、鈴木の友人である、寺田和正の助けをもとに、 青空銀行からのトールを受け、なんとか協託禁止払いに成功。レートエントリーの締め切り前日である2006年1月26日に、正式に FIA からエントリーが認められた。2006年シーズン開幕前の2月10日付の日本経済新聞にアグリジャパン出陣と銘打った全面広告を掲載。翌2月11日には、 同日にオープンした表参道ヒルズ近くの特設会場にて、会一参戦記念イベントを開催するなどのキャンペーンを実施して、日本国内における認知度向上を図った。なお、コンコルド協定において、フォーミュラ1の登録商標をチーム名に使用する場合には使用料が求められるため、2006年3月24日に、スーパーアグリカ1チームへのチーム名変更、 並びに、新ロゴマークを発表し、これを回避した。ドライバーは、佐藤拓馬と、井出雄二の日本人コンビ。タイヤは、ブリジストン、エンジンは、ホンダ V8、さらにサマンサタバサや、オートバックス、エネオスなど多くの日本企業のスポンサーがつくという、オールジャパンチームでの参戦となった。様々な苦難を乗り越え、開幕戦バーレーン GP からの参戦が。 実現することとなったが、デビュー時のマシンである SA05 の戦闘力、信頼性については他チームとの競争レベルに達していなかった。これは、資金不足以外にもなどの理由が重なった結果である。実際、ライバルである MF12 さえ1秒以上差をつけられるなど、勉強のためのシーズンとなることを確保した。いでは、第40003割の GP 接触事故により、 スーパーライセンスを取り消され、第5戦からフランス人のフランク・モンタニー、第12戦から山本サコンを起用した。第12戦ドイツ GP で新車 s ス A06 がデビュー。さらに、第14戦トルコ GP には B スペックを投入し、少なくとも MF1 とはある程度戦えるまでに強化された。初年度は広告代理店の電通に、 スポンサー獲得を依頼し、仲介手数料を支払うという契約だった。しかし、大口スポンサーを獲得できず、GP ごとの小口スポットスポンサーしか獲得できなかったため、電通がチームの活動資金の大半を肩代わりした。電通は2006年のみで手を引いてしまったため、サマンサタバサを除くほとんどの日系スポンサーが去ってしまう結果となった。BR また、ビデについては、 事前のテスト走行不足などからマシンへの習熟もままならずにレースに参戦せざるを得なかったことがこのような事態を招いたというのが公式見解となっているが実際はにカーエントリー必須というレギュレーションを満たすためだけの当て馬という面が強かった。後にイデノマシンはメルボルンの空港で観光用に展示されていた。 雨ざらしのアローズのマシがベースにした改造車であったことや佐藤のマシンにパーツが優先されたため早い遅い以前に動かすのが精一杯な劣悪な状態で出走を強いられたことが判明。結果的に前日の揶揄が正しかったことを証明することとなってしまった。ホンダ栃木研究所と協力して制作された新型マシンの SA-07 を導入したものの、ウィリアムズや スパイカーなどのチームは SA07 がコンコルド協定に違反するカスタマーシャー氏であると主張、提訴も辞さない構えでいた。スパイカーは開幕戦オーストラリア GP の予選直後に異議申し立てを行い、その後提訴に踏み切った。本件についての結論は未だ出ていないが、レースへの参加は FIA によって認められており、ドライバーズポイントは有効である。 コンストラクターズポイントの有効性については裁判の結果をもって判断が下される予定であったが判決が出るまでには時間がかかることなどから同シーズンアメリカ GP 中のミーティングにてバーニー・エクレストンから該当する会3チームはシーズン終了後に受け取るであろう TV 放映権利等分配金をプールし平等に分け合う という調停案が提示された2007年第10戦ヨーロッパ GP 終了時、現在。しかし、マクラーレンのスタッフが、フェラーリのスタッフより、機密情報を不正に入手したとして、マクラーレンのコンストラクターズポイント並びに、チーム成績が全て無効となったことで、同地位の再開が決定、スパイカー会一も、分配金を享受できるようになった。なお、シーズン開幕時に、 万世山丸証券からの紹介で、中華人民共和国、香港に、本拠地を置く石油貿易企業、SS ユナイティッドグループを、初の大型スポンサーとして獲得。マシン側面や、ウィングなどに、ロゴが入れたものの、一度もスポンサー料が支払われることは、なかった。チーム側はマシンへのロゴ形式を続けることで契約を、履行する方針を取っていたが、2007年日本、 GP でついにロゴの掲出をせず、ウェブサイトからもリンクが削除された。チーム側は、スポンサー、両体能で、民事訴訟の提起を検討している。シーズンオフのテストでは、ホンダの使用していた、RA-107 をベースに独自改良を施した、暫定シャーシ、SA-07B でテストを行っていたものの、 前年の SS ユナイティッドグループによるスポンサー料未払いに橋を発したチーム存続のための株式売却やそれに伴う経営者、ホンダとの技術提携の交渉が難航し、ホンダからの申し入れで暫定シャシーの使用が不可能になったことで2008年1月以降のテストが行えない事態になった。ホンダ栃地に研究所の協力の下で作られた2008年用の シャジである SA08A も FIA のクラッシュテストに合格したものの、上記の理由でテストに使用することができなくなってしまった。テスト欠席を続ける中、鈴木は財政状況改善のためのチーム株式売却交渉を進め、2008年シーズン開幕週になり、イギリスの自動車産業コンサルタント、企業再生会社のマグマグループがチーム取得すると発表された。 マグマは、ウルトラモーティブ、元 TWR の自動車、コンサルティング部門を参加に収めており、代表のマーティン・リーチは、イギリスフォード勤務時代に、ホンダ会一 CEO のニック・フライと同僚だった。なお、チーム代表の鈴木アグリを、はじめ、テクニカルパートナーのホンダ、佐藤拓馬と A ・デビッドソンのドライバー人べてが、継続となっている。詳細は、未発表のままだったが、 チーム株式の過半数以上もしくは100%を売却すると見られていた。しかし、前述のマグマグループにスーパーアグリ買収の資金を拒出する予定だったドバイ,インターナショナルキャピタル以下ビッグが資金拒出を断念。一度はホンダも加わったチーム再建計画の報告で再度交渉が始まったもののスペイン GP 直前に完全に資金拒出の白紙化を通告。 スペイン GP 参戦が危うくなった。この場も一旦はホンダが支援することにより、スペイン GP に出走。その後チームは、独バイグルグループとの共同声明を発表し、チーム売買の最終段階にあると発表した。これに意義を唱えたのが、ホンダ会一チーム、実際表に立って話したのは、CEO のフライであった。バイグルグループの規模では、 裏にスポンサーなどがいなければ十分なチーム再建に向けて1チームを所有することは不可能であるとホンダフライが判断してのことだった一部報道ではスーパーアグリの抱えるホンダからのエンジン東京9代を含む借入金をマグマの場合は一括返済バイグルの場合は3年分割返済という計画であったとされているしかし仮に バイグル単体ではシーズンを通しての参戦が難しくても少なくとも数千は参戦可能なだけの資金を集めていたと思われその間に新たなスポンサーを探すことが可能であるバイグルもインタビューに対しスポンサーの存在について触れているまた売却後の運営に注文をつけるなどこの時のホンダの姿勢には疑問が残るそして2008年5月6日鈴木は スーパーアグリの F1 からの撤退を発表した。事前のトルコ GP5 月11日にも参加しないことを同時に表明。2005年に発足し、奇跡と呼ばれた2006年の F1GP への参加。2007年には複数回ポイントも獲得し一時は、本家ホンダ海一チームをも上回る成績を上げるなどしたチームは3年という短さで幕を閉じることとなる。 理由は、上記の通りの資金不足と、フライが先導するホンダ一チームからの異議申し立てであった。スーパーアグリの資産は、競売にかけられ、そのほとんどが、ドイツのツールデザイン兼製造会社のホームテック社が、購入、リフィールドのファクトリーなどを手に入れている。チームは、その後、2008年7月7日に正式に、破産宣告を受けた。2009年に入り、 FIA が予算制限のレギュレーションを発表した際、アグリが体力的に可能であれば、会一に戻りたいのは確かだとの発言を行ったことが明らかとなったが、後に A カンパニー代表でスーパーアグリの共同オーナーであった秋田氏はその報道を否定した。なお、競売にかけられた資産を手に入れたホームテックは、2010年の F1 参戦をブラバムグランプリ、 会社名は、ブラバムグランプリリミテッドとして申請した。しかし、名称使用権は保有しているものの、ブラバム家から訴訟を起こすと声明を出され、肝心の F1 参戦も FIA 発表の2010年会一世界選手権エントリーリストには搭載されなかった。2006年のドライバーは、当初の経緯から佐藤の起用は確実視されていた。もう一人のドライバーについては、 純日本チームという観点からアルタのドライバーでもある、井出祐二の起用が有力視されたものの、チームからは、日本とヨーロッパ、アメリカのドライバーと交渉しているという発表があったこと、及びスポンサー関係を考慮すると二人とも、日本人ドライバーにはならないのではなかと、危惧されていた。しかし、2月15日に佐藤と井出の起用が、決定したという正式発表がなされた。 レギュラードライバーが、いずれも日本人というのは、会一史上初のことである。またリザーブ、控えドライバーについては、開幕3戦目までの限定契約という形で、2005年に、ルノーのテストドライバーを務めていた、フランス人のフランク・モンタニーが務め、4戦目以降のリザーブに関しては、ホンダ会一のリザーブテストドライバーのアンソニー・デビッドソン、ジェームズ・ロシター、 アダム・キャロルなどが候補に挙げられたが、ホンダが彼らのドライブを許可しなかったため、4 0名以降はリザーブドライバーなしで戦っていくものと思われていた。しかし、大半の予想に反して、チームは第5戦ヨーロッパ GP においてサードカーを走行させることを発表、サードドライバーはモンタニーが務める予定であった。ところが、チームに対して FIA から、いでが、 F1 でのスキルを向上させるために必要な走行距離を金曜のフリー走行で作るべきであるとの勧告が通達される。これを受けてチームはイデオ、第3ドライバー、モンタニーをレースドライバーに変更したが、その後、フリー走行についても、イデは出走させるべきでないとの勧告が通告されたことや、マシンに余裕がないことから、ヨーロッパ GP でのサードカー走行を断言した。 さらにヨーロッパ GP 終了後、5月10日に、イデのスーパーライセンス剥奪が決定される。チームはイデをテストドライバーとして残し、復帰の道を模索したがなどの理由から復帰は困難となった。その後7月に、イデは、フォーミュラ日本、スーパー GT など、日本国内のレースに参戦したが、いずれもスーパーアグリからのレンタルという形態を取っており、契約は、 シーズン終了まで継続された。チームはモンタニーとモナコ GP まで正ドライバーとして契約し、その後のドライバーに関しては多くの関係者と議論を重ねた上で決定すると発表した。このことから新たな日本人ドライバーの起用も予想されていたが、チームはモンタニーとの契約をアメリカ GP まで延長する。ヨーロッパ GP から サードドライバーを走らせる予定が狂ってしまってたが、イギリス GP より山本サコンを起用し、ようやくサードカーを走らせることとなった。山本の契約は当初アメリカ GP までであり、モンタニーとの契約もアメリカ GP までであったが、モンタニーの母国 GP で、レギュラードライバーからサードドライバーに降格させることは酷である子、新車シイ a 6は、 予定が遅れドイツ GP からの投入見込みとなったことからフランス GP はそれまで同時セカンドドライバーにモンタニー、サードドライバーに山本として戦いドイツ GP より山本をセカンドドライバーに昇格させた。なお、モンタニーは2006年シーズン終了までリザーブ開発ドライバーとしてチームに残留し2007年はテストドライバーとしてトヨタへ移籍した。 2007年シーズンは、佐藤はチームに残留し、チームメイトには、ホンダのサードドライバーを務めたアンソニー・デビッドソンが、加入することが発表された。リザーブ兼ファーストテストドライバーには2006年会3ユーロシリーズに参戦していた、オランダ人ドライバーのギドバンデルガルで起用。セカンドテストドライバーには2006年後半にす、ドライバーを務めた、山本サコンが残留。山本は同時に、 GP2 に同時参戦することが明らかとなった。しかし、2月1日付のスパイカー界1チームのリザーブドライバーラインナップにバンデルガルデがセカンドテストドライバーとしてラインナップされていることが明らかになり、物議を醸した、詳しくはギド・バンデルガルデを参照。この二重契約問題により、バンデルガルデは実質上チームを離脱。これに伴い、山本が ファーストテストドライバーに昇格するのではという憶測も流れたが5月14日にホンダのテストドライバーを務めていたジェームズ・ロシターをファーストテストドライバー起用することをチームが発表し山本は当初の予定通りセカンドテストドライバーとなった。同年7月26日スパイカーがクリスチャン・アルバースに代わるレギュラードライバーとして山本を起用することを発表。これに伴い 山本はチームを去ることとなった。チームの財政状況から、インドスパイスグループからの支援を受ける代わりに、ナレーン・カーティケアン起用を受け入れる。つまりは、デビッドソンの降格。離脱の話がオフの間は取り沙汰された。最終的には2007年シーズンと同様、2008年も、佐藤とデビッドソンのドライバーラインナップで参戦することが発表される。 2008年に関しては、カスタマーカー供給を受けても、コンストラクターとして認められる条項が追加された、コンコルド協定が決まれば、ホンダよりワークスと同等のシャーシ供給を行うことを、ホンダはより、コメントが行われた。2007年11月12日から3日間、カタロニアサーキットで行われた合同テストでは、ホンダ海一で使われていた、RA107 に告示したマシンを、 SA07B として使用した。2008年序盤戦では、12月のヘレスや2月のヘレスのテストで使われた、SA07B とほぼ同じと見られる RA107 のフロント部と RA108 のリア部分を合わせた、SA08A を使用した、開幕戦リリースら故障が変更されている。参戦の経緯や状況、方針から、スポンサーも日本企業を中心に募っていた。 2006年に広告代理店の電通との提携を開始した。電通はスポット契約や現物支給である小口の日本企業を持ってきたもの、大口スポンサーの獲得には全く貢献しないばかりか、小額の小口スポンサーからも多額の代理店手数料を徴収したこともあり、わずか1シーズンで電通との提携は終了することとなった。なお、 電通との提携終了とともに同社を通してのスポンサーとの契約も終了した。2007年以降は中規模の証券会社の万世証券の仲介により新たなスポンサーを募ったが、電通と同じく結局は大きなスポンサーを獲得することはできなかった。そればかりか実体のない企業 SS ユナイティッドグループを紹介されたり SS ユナイティッドグループの契約不履行への 打開策で受けた提案が非現実的なロータスの買収であるなど、万世証券との関係がチーム撤退の最大の原因となった。以下のスポンサーには、現物支給のみの企業も含む、第2戦マレーシア GP、第18戦ブラジル GP、第1戦オーストラリア GP、第4戦スペイン GP、第6戦カナダ GP、第4戦スペイン GP、ノーウィッキー、 ノーウィッキーシーズン途中で撤退。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。